ザスバさんは空域を出ろって言ってましたけど、あんな鳗鰹をこのまま放置すればいずれ空の世界全てが危機にさらされる。ローランさんはそう言っていたわ。はい、グランサイファーの乗組員の方々ですね。出航しますか。はい、出発します。気流が不安定になっています。航行の際は十分にご注意を。なあ、どうするのかもう決まってるよな。この空を救う。はい、みんなの力を合わせればきっと大丈夫です。空の島々、仲間との出会い、その全てがかけがえのないものだ。何としても守らなくてはな。星の民リリスに大聖少女アンラマイン、厳しい戦いになりそうね。厳しい戦いなんて今更じゃない。何があっても私たちは負けないんだから。待ってろよベンリアの兄ちゃん、絶対助けてやるからな。みんなで頑張りましょう。なんつう迷いのない飛び方だよ。実にらしい選択だ。星神に真正面から対抗できるのはあいつらくらいなもんだからな。ほっとしてねっつったら嘘になる。大きな借りができたな。さて、俺たちも仕事にかかるとするか。さて、カタリナ、ちょっといいか。もらっとこ。さて、ローランのやつ城でのゴタゴタでこいつを落としたみたいでよ。戻ってきたら返してやんねえとな。まるで風が怯えてるみてえに気流が不安定だ。
グランサイファーならいける。ようやくルリアを取り戻した僕たちは次なる問題に直面する。目的の達成を目の前にしたリリスはもう止まらない。今この空で彼女に対抗できるのは僕たちだけだ。だからここでリリスの強行を終わらせることはきっと僕たちの使命なんだ。終末を告げるかのような禍々しい塔、僕たちは迷いなく決戦の地へと飛んだ。こんな色の空は見たことがねえ。全部リリスとアンラマンユの仕業なのか。リリスはこの塔を星の世界への架け橋となる祭壇と言っていました。ゲートを開くのはアンラマンユ。この塔はおそらくその補助を行うものなのでしょうね。ゲートを生み出した光は頂上から出ていました。塔の頂上を目指しましょう。うん、こんなもん作り出しやがって。このまま放置はできねえ。リリスを追うぞ。何かに使えるかな。なんだこいつは。いきなり現れたが。あれはアンラマンユの一部です。ってことはやっぱりただじゃ通してくれねえってわけかい。増えたぞ。小さいがこれもアンラマンユなのか。こっちは実体があるみたいです。攻撃できるかもしれません。何だってんだ。空間に穴が開いてるぞ。小さいアンラマンユを倒した影響か。うわ、穴に飲み込まれた。さっきと同じ場所に見えるけど何か様子が違うわ。ねえ見てちょうだい。さっきの分体が実体化しているわ。穴の中だと攻撃できるってわけ。やってみるとしようや。決めてみせる。これで耐えてちょうだい。この一撃で。よっしゃ、ぶっ壊れたぜ。だが真っ暗で進むのは難しそうだな。もう一度穴に入る。道を塞いでいたやつは消えてるぜ。これで先に進めそうだな。通常の空間から干渉できないなんてアンラマンユの門の力の一端なのかしらね。よし。だがこの場は突破できた。攻略の糸口がつかめたと思っていいだろう。うわあ！それにしてもなんだこのよどんだ空気は。気がめいってくるぜ。うん、へえ、なんだか拒絶されてる感じ。と、お、また出たぜアンラマイユの分体がよ。さっきと同じようにやってみようや。まず小さいのが出てきたらそいつをぶっ壊すんだ。
何か出てきやがったぞ。今度は何だ。人の感想このパッチの下に置いてこれもアンダマインの力なのか。エンチャントルーザー出ろよ。期待に応えなきゃ。僕に続いて。全力です。そうよ。さすが。綺麗なバラにはトゲがない。光栄だ。おだてんなって。これで決めろ。続いてくれ。見せてあげる。やってやるぞ。いいぞ団長。ありがとう。捕まえてもらう。落ちろ。それ。仕掛けるぞ。任せてくれ。ありがとうございます。油断大敵ってな。わかった。ねえ、そうで了解した。どれだけ出てくんだよ。タグス決めあり。キリがないわ。一体何なのよこいつら。これでどうだ。レイズ。俺たちなら勝てる。よし。次だ。受けてみろ。大将は高くつくわよ。するぞ。どこに行く。任せたよ。援護する。見せて。これで通れるわ。やれやれ。この調子よ。道を開けさせるだけで一苦労だろ。何かに使えるかな。シェロちゃんもくれぐれもお気をつけて。待ってください。この気配は青少女でも何か違うような。アンラマンユの他にも青少女がいる。なんだろう、これはなかなか。この感じはありえないはずなのに。何やら普通じゃねえようだな。決まって。話は後だ。まずはこいつを倒す。ヒドさん、ありがとうございます。抜け抜けとこの野郎。細かいことは後で聞かせてもらうぜ。回復する。変身する気。
激しくなるはずだ。注意してくれ。ルリア、下がっている。まるで嵐の中だ。手も足も出ねえぞ。今は耐えません。反撃の機会は必ず来るわ。敵がどんどん激しくなってくるな。みんな頑張ってくれ。プラカーンはこっからが本番だったな。とことんまで相手してやら。これでどうだ。
な、無事か。こっちは大丈夫だ。しかし、あいつはどうする？止めたいんですよね。私そばで見ていて思ったんです。井戸さんにとってリリスさんは大切な人なんだろうなって。大切な人がいけないことをしようとしてたら止めたいって思うはずです。母上は、リリスは誰も望まないことをなそうとしている。俺はリリスを止めなければならない。これは俺の責任でもある。一緒に行く。止めるってんなら目的はオイラたちと同じだろ。だったら一緒に行こうぜ。俺はお前たちの敵だった。許されないことも。でも最後は守ってくれました。昨日の敵は今日のって言うだろ。分かった。共にリリスを止めよう。よろしく頼む。了解だ。よろし。いけそうだ。頑張るぞ。いけそうだ。よし。試してみよう。なるほどね。試してみよう。調子いいぞ。いい調子だ。よし、まだまだ。さて、みなぎってきた。お、ひらめいたぜ。よし。へへ、なるほどな。ちくな、リード。ああ。魔法
うちょっと愛想よくはできないのかしら。すまない。ねえ、皆さん頑張ってください。どんな武器の作成も受けたまわります。ジンの強化もできますよ。武器を鍛えますか。はい、受けたまわります。大成功です。武器の上限突破です。育ての親だ。母であり、命の恩人でもある。いいのか。その母に剣を向けることになる。覚悟の上だ。どんだけ割り切ったつもりでも難しいもんだぜ。親子の間柄ってな。そうかもしれない。だが、俺の手で決着をつけたいんだ。親の過ちを正すのもこの責任。ならば、君の思いを尊重し、信用もしよう。そういえばイド、あなたと戦った時に見せたあの異様な姿は何だったの。オイラも気になってたんだ。尻尾まで生やして、まるでトカゲみてえだったぜ。トカゲではない。あれは俺に宿る竜の力の一端らしい。幼い頃から訓練され、力の扱い方をリリスに教わった。守るための力になると自分を納得させてきたが、最初見た時は驚いたがよ。今度はその力でリリースをぶっ飛ばしてくれりゃいいさ。あの、イドさん。なんだ。お礼を言わせてください。教団に捕まっていた時、私を守ってくれたこと。礼など、そもそもルリアが捕まったの。そうなんですが、私がこうして戻ってこられたのは、井戸さんがみんなに協力してくれたからです。リリスに囚われたままだったら、もうこの世界からいなくなっていたかもしれません。そうか。あの石を集めればいいんでしょうか。間に合わなかった。なんだろう。調べてみようか。よし、行け行け。ローランさん、大丈夫かな。リリスと因縁があるようだったが、今は無事を祈るしかない。時間切れ。頑張るぞ。すごいです。だ、これはなかなか。おお、また出やがった。イド、これはアンラマンユの一部らしい。
まずは小さい個体を破壊するんだ。わかった。無論だ。進むしかねえが。君が悪いな。皆に守護の力を。マイル。追撃しろ。援護する。支援射撃。感謝する。何言ってんだ。車線を開けてくれた井戸のおかげだろ。やるぞ。黒い商品にやられたみてえだ。セッター、癒しの力へ。頑張ります。ここだ。テア、どりゃ。欲しいかげだ。どれだけ倒せばいい。やったぜ。通れるようになったぞ。まだまだ先は長そうだな。厄介なもん作りやがって。そうか、さっきの黒いフラカーンも影だったんだ。あれはこの空域を漂う力と記憶の影なんだろう。それはつまり青少女の偽物のようなものということだろうか。うん、ここは空間が揺らいでいるから、その影響で生まれてきたんだと思う。影のように青少女そのものを投影するなんて、この塔がそれだけ大それた代物であるということか。ロンターニュの銀狼のつもりか。あのマナガルムよりも凶暴です。気をつけてください。そば屋とは健在未定だな。翻弄されんなよ。なんだ妙な動きは。大丈夫か。このままでは動けないわ。危険よ。分かっちゃいるが、どうすりゃいい。その槍は面白そうじゃねえか。おめえは、お前らの行く先、まだまだ面白い試合がてんこ盛りじゃねえか。おっそ分けしてくれ。なんだなんだ、今度はあいつが標的ってか。そのようだな。であれば、これ以上なく心強いな。ありがとうございます。どうだ。協力してくれてるのよ、たぶん。僕に続いて任せろ。天を任せろ。ガランタに負けていられない。集中しろよ。警戒しよう。まだまだ、そう簡単にはやられないわよ。レイジン、こんな感じか。大丈夫か。まともに食らえば無事では済まんか。戦闘続行だ。助かったよ。かましたな。アーマーブレイク。
いが先に行っててくれや。で、ここで寝るのかよ。礼を言う、ガランツ。リド、君はあの教団の中にいて、なぜあそこまでルリアを守ることに向き合ってくれた？おお、初めはただの命令だった。救世のためにルリアを守れと。その目的はルリアちゃんを使い、各地の聖少女の力を吸い上げ、アンラマンユの封印を解き、リリス自身の身勝手な願望を叶えるために、同調しない他者全てを犠牲にしようとしている。母を信じて尽くした人生。いい感じだ。ためにと練り上げてきた誰かを守るための力、その全てはリリスの嘘を手助けするためのもので、俺の心のありようも無意味だったと思うと許せなかった。皆さん頑張ってください。今日は珍しいアイテムを入荷してますよ。自分の中の本当を信じてみたくなった。ルリアを守り抜くことで、なんだそれが証明できるはずだ。これはなかなか嫌な静けさね。おいおい、今度はなんだ。下の方から不気味なドロドロがせり上がってきてるぞ。何かわからねえが、飲まれたらまずいんだろうな。触る気も起きねえがよ。この気配、フォンダームの聖少女が。もらってこい。おい、冗談きついぜ。こんな状況じゃ戦えねえぞ。行き止まりだと。呼びません。あ、お前は。安心するのはまだ早いですわ。来ますわよ。と言ったな。どういう風の吹き回しだ。気を通してくれるのはありがてえわよ。お前さんも試合しに来たのか。な、ガランツ将軍と一緒にしないでくださいまし。これは私たちの誇りの問題。我らハガサメの一族を退けた強者にこのような場所で果てられては夢見が悪いですから。これならいける。敵となると恐ろしいが、見事な剣の舞だ。これほどの魔剣の使いとは初めてだ。賞賛はありがたく受けているでしょう。ですが、こんなものではありません。ハガサメの空を救う一助となるのは、ヒールオール、惜しみなく披露いたしましょう。ここで決める。覚悟、高くつくぜ。さすがだな。ありがとうございます。お前もな。そいつはお互い触ってな。
ってしまった。魔力を練り上げる部位を攻撃するぞ。急げ。
ドロドロが溢れてきてるぜ。足元に気をつけろ。でかいの行くぜ。手を気をくれてやる。やけどするぞ。なんとか止められたか。今だ。伸びてる間に叩き込め。それハーマーブレイク。体勢を立て直した。反撃に備えるんだ。これで俺たちが暴れる。いかがでしょう。攻撃せタッターク。なぜなら攻撃を切りろ。このまま行けば倒せるはずだ。しいじゃねえか。いい連携だった。次も合わせてみせる。この剣こそが私の勘子だ。せめて奴らかに注意。これで団長任せてください。タテンペストブレード。ラカム応用。ダリッシュピア移動。俺がやる。ひらめけアブソリュートゼロ。頑張ってください。敵だらけだ。圧倒させてもらう。ガッキー無理しないで。勘違いなさいませぬよう。これはメンツの問題ですから。感謝などいただかなくても結構。それではごきげんよう。なんとか命拾いしたな。マギラフリラが来なきゃ今頃溺れちまってたぜ。あそこから出られそうだ。行こう。頭上が開けてきたな。もうすぐ頂上か。
やっぱり気に食わねえ色してるぜ、あの空。こんなの喜んでるの、イリスだけよ。最後の戦いになるだろう。準備は万全にな。